はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、榊優也です。さあ本日なんですが、猿がね、許されざる猿がまあ帰ってきたということで、今回は、エンタメとモンキーボードを使っていこうというふうに思ってまして、EM オットアイズを久しぶりに組んできました。エンタメイト、とオットアイズを組み合わせたデッキになってますね。で、猿がどういう効果を持ってるかっていうと、ペンダル効果で、もう片方の P ゾーンに EM がないとスケールが4になっちゃうよと、まあ1なんですけど、もともと4になっちゃうという効果と、あとこのカード発動したの自分のメインフェーズに、デッキからレベル4以下の、EM モンスター一体を手札に加えるよという効果がありますと。だからまあ、 1枚が2枚に増えるカードなんですよね、スケール持ってこれるんで、だからめちゃくちゃ強いと。だからモンキーボードさえあれば、モンキーボード発動からのスケール1枚手札に加えて、まあ、例えば、今回入ってるとやつはこれなんですけど、エンタメイト、キダのデュエリスト、まさかきゆうやですね、これ。ゆうやくん加えて、これスケール8なんで、1と8でもうスケール、もういきなり1と8揃うんですよ。これね、こういうね、動きがね、やっぱめちゃくちゃ強くてね。で、今回は、オトイス、この、自身のモンスター効果も一応ありまして、手札の EM モンスターまたはオトイスモンスターの、レベルを1個下げるっていう効果ありまして、これで、ね、一応そのオットアイズのレベルを下げてね、展開していくみたいな動きもできるんですけども、ディゾルバーとかのレベル下げて、まあ、ちょっと今回は普通にその、まあ、スケールとして使っていくことが多いかなというところですね。で、まあモンキーボードって多分いろんな使い方あると思うんですけど、やっぱ一応最初は、まあ、やっぱ榊優也っぽい、優也くんっぽいデッキでちょっと使っていこうかなというところで、EM オットアイズですね。 EM オットアイズちょっと以前ご紹介した時の展開ルートが、まあ、別であるんで、まあ、気になる方はそっち見ていただければいいかなと思うんですけども、基本的には2枚のカードを揃えて動いていく感じになります。はい、まあ、主なコンボはジェントルードプラス、レディーアンジュ、まあ、レディースエンドジェントルメンコンボですね。これか、まあ、またはこれ、オットアイズバレットプラス、オットアイズアークペンデラムみたいな、まあ、そんな感じのね、2枚コンボから結構すごい盤面ができるようになっております。でね、新しく追加されたモンスターとしては、このトガ姫が追加されてまして、以前、紹介した時と違う点はね、トガ姫が、まあ、一応モンスター数結構使っちゃうんですけど、トガ姫プラスピットライトアレイみたいな、動きで、動いていくと、エレクトラムの方が2回使ったりとか、あと墓地に、トガ姫が落ちながら盤面にピットライトアレイがいるみたいな状況ができるんで、一応、妨害が少し増やすことができます。アプロウサーとか、この辺のモンスターにプラスしてトガ姫とかオットアイズボルテックスとか、まあ、ボルネスとかこの辺が立つというイメージですね。はい、ちょっとペテロデッキ僕そんな詳しくないんですけど、EM オットアイズは結構やっぱ主人公デッキってのもあって結構楽しいですしかっこいいんで、まあ、気に入ったらね、ぜひね、皆さんも作ってみてください。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。うむ、ドクロバットジョーカー来てるな。レディー&ジェントルメンの展開かな、これは。ドクロバットジョーカー召喚。効果増。まあ、増獣は弾けるかいいとして、まあ、ウララもまあ、言うて食らってもそんなに痛くねえな。ここスルー、なるほど。なんかありますね。まあ、レディーアンジュでいいんじゃないですかね。これ、ジェントルある場合はレディー持ってきたら、まあ、レディーアンジュ2枚で動けるんで、まあ、一応レディアンジュをペンデラム手にセッティング。これ最悪これだけでスケール1と8揃いますからね。で、ちょっと展開はできるという感じなんですが、さあレディーズ・エンド・ジェントルメン、あ、増殖数字 OK。 さあ世界一ゴキブル食べてきた幼女、ハルララちゃんを発射して、まあ、一応増殖する字がまあ重いので、このデッキ、まあ、めちゃくちゃ特殊感するんでね。はい、まあ、増人は8ぐらいの話なんだから。で、ジェントルード効果発動。ウララもなそうだ。もう、まあ、あとは、怖いの無限保養くらいですかね。エフェクトベーラーとか。まあ、その辺ですね。持ってくるのはバレットを持ってきます。で、おじさん特殊召喚して、ジェントルード爆破して特殊召喚。はい。で、ジェントルード効果。破壊されたんで、デッキから、なんだっけこれ、ペンデラマジシャンをセッティングで、ペンデラモンスター2体でリンク召喚現れろ。ヘビーメタルフォーゼエレクトラム効果。そう、この辺はまあ今までとあんま変わってんけどな。で、エレクトラム効果、ペンマジ爆破して、アストログラフ回収。
で効果効果さあ現れよ。アストログラムの召喚ムーブ結構かっこいいですよね。かなりピッチピチのスーツ着てるんで、ほとんどもうあの見た目はもうストレッチマンに近いですけども。さあデッキから特定のカードを手段からいく。でこれでペンマジ加え、いやまあどっちでもいいか。これこっちだでだエレクトラム効果、おお、まあ、まあ、まあそんな関係ないか。で天空の交際を発動。ピースケバレット貼ってで爆破する。これどうしよっかな。猿持ってくることできねえのか。オットアイズカードじゃねえもんな。これしかねえな。でだまあさすがに一旦ビヨンドザペンデラムバチコリ出していく。ビヨンドも結構胸でかいですよね。まあ、あんまり関係ないけど、これはオットワイズシンクロ持ってきたらいいかな。ペンマジで好きなやつたちをでジェントルード発動して、でスケール1から8でペンデラム召喚していく。ペンマジアストログラフ手札からはなんかめちゃくちゃいっぱい出せるんで、これ全部出しましょう。出せるやつは全部出す。いけペンマジからの、アストロストレッチマン来て、でからの令和のストレッチマンで、これでかっこいい。ペンデラムグラフめちゃくちゃ久しぶりだしょ。めちゃくちゃ久しぶりだしょ。ペンデラムグラフ診断来てからずっと使ってなかったからな、このデッキ。ジェントルードとレディアンジュ破壊してペンマジ効果で、これオットワイズディゾルバーとこうディゾルバーされていいんじゃない。これちょっと待って、モンキーボードを、持ってくることによって、これはレディース&ジェントルメンお兄さん出して、出していけるから、まあ、ペンデラスケード貼る。モンキーボードとかいう、禁止カード、かっこ元の効果によって、レディース・ジェントルメンも持ってきて、レディース・ジェントルメン持ってきて、で、オットワイズ・ディゾルバー発動、で、ディゾルバー効果、オットワイズモンスターと、ペンデュラムモンスターで融合召喚。現れろ、オットワイズ、ボルテックス・ドラゴン。これ破格の R ね。この性能としては、こいつお前絶対 R じゃねえだろって性能してんだけど、まあ、一応 R となっております。で、ディゾルバー出してからバルネスになっていく。縦でいいか。よいしょー。まあ、あんまりモンスター数変わってないから意味ないかけど、一応トガヒメしとくか。まあ、あんまり意味ねえな。まあ、一応ちょっと、破壊したカードサーチできるから、一応トガヒメになっていくわ。でトガ姫で、もう一発、エレクトラムを墓地から蘇らせといて、これ強いなこれ、この動きで、ヘビーメタルフォーズエレクトラムを爆うらら蘇生できるから、あれだね、ワンチャンバロネス縦に行くとかできるのもね、これね、後から、まあ、ちょっとモンスター数もう一体いるといけるんですけど、ちょっと無理だったんで、今回は普通にちょっとサーチ入れるだけにしといて、スケール8の方がいいな。で一発はあれすみません、アポログサ出していくか。234といけ、照明の進級アポロウーサちゃん、完全にパンツ見えた。でペンデラスケールエンドメイト機内のデュエリスト発動、レディースジェントルメンレディースジェントルメンでエンドフェイズ入ります。これで機内の決闘者によってアポロウサを戦闘から戦闘外から守るというね、動きできますので、まあアポロウサは普通にモンスター向こう3回と、まあ、実質数えていいと、思うので、実質345妨害。うわ強っ、羽棒は強えな。羽棒は向こうに戦闘外からさすがにちょっとスケール破壊されると結構いろんな妨害消えるし、次のペンデラム召喚もできるようになるんで、オットワイズペンデラムグラフをデッキに戻して、相手のハーピーのハリボーキも無効にしていく。ハーピーのハリボーキってなんだこれ、
最近もうハーピー飛んでこなくなりましたよね。入れてる余裕ないみたいな。アクシャトリラオーガ、なるほど。アクシャトリラデッキか。オーガプリペア持ってくるも無効じゃいいんだこれ。どうせアポロウーサの、どうせぶん投げられるんで、これ機内の決闘者で普通に無効に、戦闘会無効にできるんで実質ね、いいんじゃないでしょうか。さあオーガの方が無効で、オーガ効果それはいいわ。5枚デッキトップ見て、その中から1枚裏側除外ね。まあ、あんまもうデッキの中で除外されちゃダメなカードないんで、まあもうご自由にどうぞといったところがありますね。はいはい、どうぞどうぞどうぞ。ライズハート、なるほど、まあ、これは別に召喚権使ってねえからどっちでも同じな。役者取れるライズハート効果、まあ、これはさすがに止めた方がいい。そうなの、レベル7みたいなのとろくなもんねえから。コストで除外は、ユニコーン OK。 ウーサでちょレベル7にだけならせないようにして、ユニコーン除外するってことはバースあんなこれ、まあ、バースはバラデスでぶっ込んでいくまあいいか。ただとりあえずアポロレスぶん殴らないのこれまあ勝利か。アクションでバースどうぞどうぞ、それは問題ない。でバース許すわけないだろう、許すわけないだろうか。 OK。いやこれさすがに展開止まるだこれ、さすがに相手あと手は1枚、あウーサぶん殴られるのこれしょうがねえな。ウーサぶん殴られる、ぶん殴られる、一応発動する、まあ、あんま意味ねえけどなこれ、あんま意味ねえ。これ2体殴られるとねちょっと弱点なんですよねこれ。2体殴られた時ちょっと残念ながらぶん殴られてしまうという弱点ありました。なんならダメージ増えた、やべやべ、ちょっとあんま意味なかったわ。まあ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 いいだろう。セット、何何でも無効にできるから大丈夫か、何でも無効にできるから大丈夫ですね。いえ捨てカードが何だとしても、ま、劇的にやべえカードでも無効にできるんで、ボルテックスがねマジ強いんですよね。これペンデラムデッキで使うとこれマジで R なのほんまって感じ。ああビッグマンか、なるほど、これ R なのほんまみたいなのがあるね。ボルテックスって無効してるよ、これ。もう、相手カードねえから、これ、オーガで無効。で、あと展開してぶん殴ったら勝ちっすか多分。これ、でも楽しかっただろって言って、マジで煽れる展開だな、これな。まあ、展開通りはね、相変わらず強いといったところですね。で、オットアイズ、バレット召喚、バレット効果。なんか墓地遅れるといったところで、こいつぶち込んで、ほんで、打点並べんのこれどうしたいんだこれ。バレット爆破してアーペン持ってくるかペンデラ持ってくるかだ。まあなんとどっちも同じか。でバレット効果 P ゾーンに置く。これで一応打点揃ってくから多分。これ俺自身をペンデラム召喚するタイミング来たな。俺自身を特殊召喚するわ。レディース、ジェントルメン、俺は俺自身をペンデラム召喚するぜ。いけアストグラフ、そしてオットアイズペンデラムグラフドラゴン、さらに俺は俺自身をペンデラム召喚、うおー榊優也爆弾、やべちょっと時間ねバトルフェイズ、あだからちょ最後ちょっと榊優也でフィニッシュしてもらったわ。対戦ありがとうございました。でも楽しかっただろう。皆さんは遊戯王アーク5というアニメは見たことがありますでしょうか。私はねリアルタイムではちょっと視聴してなくて大人になってというか遊戯王配信者になってから、動画配信者になってからゲーム実況者になってから見たんですけど、一気見したんですけど、一気見したからなんで、まあ、なんとか見れましたし面白かったと思ってるんですが、裏が来た OK。 マジでリアルタイムで見ていった方からはほんと賛否両論の主にピの方がね死ぬ飛んできたと、言われておりまして、まあ、僕個人的には結構好きなアニメなんですけどね。まあちょっとラスト最終回とかちょっといただけないシーンがあまりにも多かったかなとは思いますが、まあ、通してみるとまあ結構デュエルとか映像が綺麗だったんでね、あとデュエルの内容が結構現代遊戯王っぽくて面白かったなという感想は持っています一応。はい、
バレットにとりあえず占い打ってくれるとかいうので神ゲー起きたんで、一回ちょっとバレットを君にはちょっとどいていただいて、でアーペンと、まあ、バレット君の効果を使いましょう。ペンデラム分かんない人はとりあえず分かんなかったら打つからな。まあ正直ビオペンに打てっていう話あるけどね、占い持ってる場合はね。ペンデラムデッキ、まあちょっと今後の強化によってはなんか先にバロネス出てからなんかエレクトラム出すみたいな動きもなんかできるらしいんで、噂によると、まあ、そういうこと起きるとやばいですけどね。はい、そろそろ超獣武者とか来るんじゃないですか、マスターディアリーもね。超獣武者若牛とかいう超獣武者なんか超獣武者ソウルだっけ、ちょあいつソウルじゃねえか、まあいいや。でアストログラフ、爆弾させて、まあ、これいつものムーブですな、いつものムービングしていく。多分ねレディアンツエンドジェントルメン展開は多分してると思うんだよな。だからまあ一応今回はアーペンプラスバレットから入ってるんで、まあ、バレットっていうかバトラーかから入ってるんで、まあ違う動き見せれればいいかなと思ってるんですけども、まあ、これサレンダーされる可能性もある。普通にペンデラム意外とね妨害数めちゃくちゃ伸びるからね、あの盤面めちゃくちゃ強いんですよね、先行盤面は。先行盤面でいうとまあその尊重そこらのあのデッキでは返せないレベルのあのパワーをになりますね、基本的には。はい、でペルソナ、貼ってで、ペンデュラムして、こいつら全部出して、さあ行け、全員行け、全員行け。はい、ここからね出てくるモンスターによっていろいろ変わるんだけど、あの展開がちょっとね手札に引いてるカードによっていろいろね変化が起きるんですけど、とりあえずはちょっとうるさい、一回オッドアイズシンクロの効果使ってペルソナ出してシンクロして、メテオバースト出していく、いけー、メテオバーストドラゴンからのメテオバーストで、前盤面出して、これさ一回さドガ姫出していいと思うんだよな、多分ね、もあのモンスター数足りてると思うんですよね。なんでこれ一回出します、じゃあ手札全部使うことになっちゃうと思うんですけど、トガ姫出します、でトガ姫効果エレクトラムを蘇生します。これ強えよな、エレクトラムの炎属性マジ噛み合いすぎてんだよな、このトガ姫と。ほんで一回ピットナイトアーリー出して、誰でもいいんだけど、これでいっか、こうするっしょ。これねピットナイトアーリーちゃんがねこれ破壊されるとエンドフェーズ戻ってくるっていう効果がありましてね、これがねエレクトラムとめちゃくちゃ相性いいんですよね。でしかもこいつ炎属性なんでトガ姫ちゃんが墓地から蘇ってくるっていうね最強のムーブありまして、でこうするとアストロガラフが回収できる、アストロガラフ効果発動出てくる、めちゃくちゃな量の展開してた。これでカード手札に加えていく、これ素材1個増えるか、オットアイズアブソリュート出す必要多分ないと思うんだよこれ。これ1枚サーチ入ってるからこれ融合できるから、1、2、3、4素材ユーサーいけんのか、多分この辺のアドリブ苦手なんだよな。4素材ユーサー多分いけると思うんでこれいきましょう。いいえ、やばいやばい、時間が違う、クソほど時間なくなってきた。でアポルウーサー出すでしょ、でディゾルバー発動してディゾルバーで融合すればいいから、これで手札のモンスター2体使って融合して、オッケーオッケーオッケー、でペンダスの時残ってるから、魔法カードが無効になる、でモンスター効果が4回無効にできる、まあ、4回って数でいいか分かんないけど、でピットナイトアーリー戻ってきてトガ姫で相手のカード破壊できると。これだいぶ妨害多いぞ、何本あんだろこれ。ピットナイトアーリーでの一応攻撃力ゼロの効果、にするっていう効果もあるんだけど、ウーサピットナイトボルテックスペンデラムグラフ、トガ姫なんで、まあ、一応5妨害ぐらいはありますね。アポロウーサーを1妨害と換算した場合ね、ピュアリーに OK、 これだいぶ強くねえか、5妨害だからアポロウーサーを4妨害と換算してんなら9妨害なんだけど9妨害8妨害か、かなり強えぞこれ、かなり強え、正直一番強いまである盤面的には。ピュアリー多分ね魔法カード無効もあるしボルテックスもあるから、こう手札なんか全部なくなると思うんだよもはやで出てきたもんさトガ姫でぶっ壊されるし、あいつかなりやばいんじゃねえから、もう
すごい色の妨害から全部 使いたいな。墓穴の指名者全部使って止めて相手の反動。墓穴の指名、まあ、墓穴は別にいいよ。これなんかすごい打たせたい感あるよね。これお前ここにペンダルが振ってくれ感あるよね。ご自由にどうぞって感じだわ。トガ姫は亡くなりましたね、妨害で。弱っ嘘猿来たー、猿来ちゃーなんか猿のさ圧力が強すぎてさ、猿に絶対相手棒が入ってくれるみたいな話ないこれ。ワンちゃんプリズマ、何プリズマだと。プリズマはもうほんとヒーローでは使われないかな、ほとんど。まあですよね名誉ビサス来た、名誉ビサス来ました。ほとんどマジでね、最近もうほんとプリズマ君がヒーローで使われてるとか見たことありません。大体あれですね、スキアクローとかのゲートガーディアンとかあの辺から飛んでくることが多いから、ヒーローでプリズマ入れてるやつ多分いないんじゃないかってレベルですね今ね。はい、もう見ませんほとんど。ライフォビア、はい、爆発的な展開が許されてしまうといったところですかね。いやー鬱陶しいけども、まだトライヒだけ、トライヒバルネスでしょ多分。トライヒバルネスツインソクまで行かれるとやばいけどね、普通にツインソク普通にやばいわ。いやこれはやばいかもしれん。ビシャスアストラウド爆発させていく、ビシャスアストラウド爆発、影の光、待て、おいお前何やってんだお前何してんだ。しかも素で 50% 当ててんじゃねえぞお前何してんだ。スキアクローめちゃくちゃ展開力あるからザワールドの相性いいなこれちょっと待って、やばい、ちょっとターン返してカードの効果でターンがスキップされますじゃないんだよ。強ないそのデッキ。ただねそれザワールドしなくても多分このデッキ勝てると思うけどなそれやりすぎじゃない